皆さんこんにちは。前回のクリアリティスマート10プロの動画見ていただけましたでしょうか。前回はサンプルとしてベンチマークモデルの出力までだったんですが、今回は大型モデルの出力結果、そして追加機能、あとネットワーク機能についてもご紹介していきたいと思います。それではまず1つ目、でっかいモデルのプリント、実際のサイズ感を見ていただければと思います。そして今見ていただいているのは右手ですね。こちらのモデルを出力しているんですが、人間の手よりもね、一回り大きめのサイズ、こちら高さの方が約36センチ程度のモデルです。こちらの機種高さ40センチまで出力可能なんですが、それにね迫る高さを持っています。にしてもだいぶでかいでしょう。もちろん時間はかかるんですが、このサイズのオブジェがね一発で出せるのはなかなかすごい。ふわーっていう風に遊べたりもしちゃうんですけども、まあ、こんな感じでね、高さがあるだけでだいぶ存在感のあるものが作れちゃったりもします。そしてもちろん大きいからといって雑なね造形ではなく、綺麗に表面もねなだらかな造形ができております。続いてはこちら、幅と高さが約25センチのゴミ箱です。このように手のサイズと比較してみても、なかなかのね大きさボリュームがあるのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。これでもまだ造形可能エリアマックスまで行ってないですからね。このモデルはちょうど外壁1層だけでね出力してみたんですが、表面もねこの通り結構なだらかで綺麗です。大きめサイズのモデル出力を考えてる方はかなりねこの造形可能エリアいいんじゃないでしょうか。さあではここからは2つ目、追加のオプション機能についてご紹介していきます。こちらの方ね、 LED の照明が実はついております。こちらの横にある電源ボタンを押すと、このように明るくね LED 照明がつきます。色味は思った以上に暖色系、電球でいうと中白色寄りですね。個人的には青白っぽい感じの中高色系の色が好みなんですが、まあ、部屋の電気をつけずにこのプリンターのね部分だけライトをつけて確認したいっていう時に使える機能なのかな。それでは続いての機能、こちら本体側面に目玉のようなマークがあります。こちらにね USB でとあるものを接続します。そう、前の動画でもちょっと出てきたこちらカメラですね。三脚と本体をすでに接続しております。これを使えば離れたところからでもプリントの様子をすぐに確認できるんですが、それをね行うためにはネットワーク機能、これを使っていくことになります。ではここからは3つ目、ネットワーク機能の紹介をしていきたいと思います。そこで使うのがこちら、クリアリティクラウドというアプリをスマートフォンにインストールします。こちらのアプリと今使っている CR10 スマートプロを Wi-Fi 接続で同期させていくと、これまでね本体の方のタッチパネルを使って操作していたのをスマートフォン上でね操作することができるようになります。同期が完了するとこのようにねプリンターごとに個別のコントロール画面が表示されて、画面下のメニューからこのようにねノズルの温度、そしてベッドの温度、ヘッドの移動等がねスマートフォン上で行えるようになります。これ今ノズルの温度をスワイプしてねどんどん200度に合わせてちょっと動かしてるんですが、はい、これで決定すると実際にプリンターの方のノズル温度もしっかりと200度まで上がります。こういった遠隔操作ってこれまでは外部ツールを使ってねやることっていうのが多かったと思うんですが、そうなるとやっぱりそういったね知識も必要になってきてちょっと難しい部分もあったんですが、今回はスマートフォンにアプリをインストール、そして本体と同期させる、もうこれだけでね簡単に遠隔操作できるようになるのは嬉しいところです。はい、実際にこの画面上の表示温度も上がっていっているのがお分かりいただけますでしょうか。そしてこのアプリ上にはね多くの 3D データがアップロードされています。これをパソコンを介さずにスライスして直接 3D プリンターで出力することも可能です。普段はね、まあ、データ用意してで PC 上でスライサーソフト、これをね、使ってスライス、そして、プリンターの方に、まあ、SD カードとかね入れて持っていくという形でやったりはするんですけども、アプリ内にこのようなスライサーソフトがねすでに入っているので、ここでね、作業をします。左側はちょうどモデルのね表示画面です。ここでまあ、あのレイアウト考えたりとか、あとはまあ拡大縮小とかね、そういったことができます。そして右側はパラメータの設定画面、まあ、インフィルのね設定であったりとか、印刷スピードの設定とか、まあ、最低限のね数値のパラメータ、ここで決めることができます。自分はちょっとね今までこのアプリ使ったことなかったんですが、いやここまでできるとは知りませんでしたね。スマートフォン上で印刷をスタートさせると、はい、このようにねプリンターの方も印刷を始めます。
先ほどの画面の下のメニューから印刷途中でもノズルの温度やね、ベッドの温度と変更することができます。今回登録しているのはこの1台だけなんですが、普段から複数台ガンガン動かしてますっていうね、人にとってはスマホ上で進行状況や残り時間ね、確認できるのはかなり便利なんじゃないでしょうか。ただ注意したいのは、アプリを使わずに本体の方を操作して印刷をスタートした場合、この場合は今画面上に表示されているモデルの表示や進行状況、これらのね表示はないです。ただね、オンオフ、そして、画面下の、ノズルの温度とかベッドの温度、これらの途中調整のみになります。そしてプリンター本体の方にカメラ接続しましたよね。そちらの映像がこのアプリの方からリアルタイムで確認することができます。まあものすごく高画質ってわけではないんですが、印刷が途中で失敗してもじゃってるかもじゃってないか、そんくらいはもう全然わかります。なので外出先から、あ、印刷失敗してる、すぐに止めたいっていう時でも、アプリ上から停止命令を出すことができるので、印刷失敗してもじゃってるのをただ指をくわえて見てるだけっていうね、状況じゃないっていうのがありがたいですね。そして今のようにアプリの方から印刷をスタートした時、本体の表示パネルにはこのようなね形で表示されております。クラウドプリントっていう風に書いてますね。一応この状態でも停止やパラメータの変更っていうのを本体側で行うことも可能です。以上がですね、遠隔操作ができるネットワーク機能の紹介でした。ではですね、以上のこと、そして前回の動画のこともね含めまして、この CR10 スマートプロ、おすすめポイントとイマイチポイントをまとめていきたいと思います。まずはこれはちょっとなっていうイマイチポイントからいきましょう。1つ目、本体が重い。造形可能サイズに比例して本体サイズが大きくなるのはもうほんと仕方ないと思います。なんですけども、やっぱり重たかった。特に梱包を開けて取り出し、そして本体の組み立てっていうところで、こういった重量っていうのがかなりねネックになってきたかなと思います。2つ目、カメラ。これに関しては特に画質とかそういうわけじゃないです。カメラの画角が固定されてしまうっていうところなんですよね。できるだけ詳細を確認したいっていうので、カメラを近くに置きすぎてしまうと、高さのある造形物をね、プリントしているときに完全にカメラの画角から外れちゃうんですよね。かといってカメラを遠くに設置すると、全体は映るけども詳細がちょっと分かりづらい。かなりね高さのある造形ができる本機種ならではのポイントなのかなと思いました。そして3つ目、ノズルの温度が300度まで対応してるけども開放型。個人的にはこれが一番ちょっとね比重が大きいかなと思うんですけども、この高温で印刷することができるフィラメントの中には、密閉された環境で、温度を高く保った状態でプリントしなければいけないっていうねものもあるんです。これをなんとかするためにはプリンター全体を覆う囲い、エンクロージャーがね必要になってくるんですが、これもねまたそれを用意しなきゃいけないとか、そういうのもあるんで、今回はこれをイマイチポイントとさせていただきました。続いておすすめポイントですね。まず1つ目、ネットワーク機能で遠隔操作が可能。これに関してはかなりね大きい造形物が作れるこの機種、大きくなればなるほど当然造形時間の方も長くなっていきます。場合によっては何十時間、1日と何時間という風にね、かなりどん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 増えていくっていう形にはなるんですが、もちろんずっと付きっきりで見てるわけにはいかないですよね。なので出先でも確認できるようなこういった機能が標準で付けられてるっていうのがかなりねありがたいです。2つ目、ノズル温度が300度対応。これに関してはちょっとイマイチポイントの方にも入り込んではいたんですが、この機種の大きなね魅力の一つであるとも思っています。現状ノズルの温度が300度対応している機種っていうのはそこまでねものすごく多いっていうわけじゃないので、その上でこれだけ大きな造形可能エリアっていうのは間違いなく強みですよね。3つ目、造形精度。はい、やっぱりねなんだかんだ言ってここが重要ポイントですよね。前回の動画でも試しましたが、ベンチマークの結果も悪くありませんでした。かなり大きなものは作れるけども、その代わりちょっとね精度の方が劣るっていうような大味な造形物になってしまっては困ります。そういった点で、サイズと精度、これのバランスはね非常によく感じました。家庭用のね 3D プリンターとしてはこのお値段10万円っていうのは結構ね高額な方に入るかと思うんですが、それも納得の性能だったかなと思います。そして今回2本目となる CR10 スマートプロの動画なんですが、最後のね3本目、ノズル温度300度対応を生かしてナイロンフィラメントに挑戦してみました。またそちらの方もねぜひご覧いただければと思います。
それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回のナイロンフィラメントプリント編でお会いしましょう。